ニューヨーク・ニューヘイブンハートフォード鉄道は1872年から1968年の間アメリカ合衆国に存在した一級鉄道の一つ。ニューヘイブンと通称される。コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州、マサチューセッツ州に展開し、ボストンとニューヨークとを結ぶ路線が重要であった。 NH の設立は1872年7月24日で、ニューヨークニューヘイブン鉄道と、ハートフォードニューヘイブン鉄道の合併によるもので、ある。ニューヨークから、コネチカット州、ニューヘイブン、ハートフォードを経て、マサチューセッツ州、スプリングフィールドとを結んでいた。また、ショアライン鉄道をリースし、コネチカット州、ニューロンドンとも結んでいた。NH は、 さらにいくつかの路線や鉄道運営をリースしようとしており、ニューイングランドにおいて、ボストンオルバニー鉄道以南の路線すべてを事実上独占した。NH の起源となる最初の路線は、1839年に H&NH のハートフォード、ニューヘイブン間として開業した。ニューヘイブンでは、蒸気船でニューヨークと接続していた。 1844年には、鉄道路線が北進して、スプリングフィールドへ、東進して、ウースターへ、そして、ボストンへと接続された。NY&NH は少し遅れて設立され、ロングアイランド湾に沿った路線であった。多数の川を渡る必要があったため、多くの橋梁がかけられた。1848年、ニューヨークハーレム鉄道の一部となるの。 線路使用権を行使して営業を開始。区間はウッドローンからニューヨーク間であった。1912年よりグランドセントラル駅がニューヨークにおけるターミナルとなった。19世紀末から20世紀初頭にかけてジョン・モールガンに率いられたニューヨークの投資家たちが経営を握った。1903年にはノーザンパシフィック鉄道の社長であったチャールズ・サンガー、 メレンが社長に就任。モルガンとメレンは他の鉄道会社や蒸気船、路面電車等を買収することでニューイングランド南部の交通網を完全に独占した。最終的には100以上の鉄道会社がモルガンの鉄道システムに組み込まれ最盛期の1929年には路線延長は2.131マイルに達した。メレンが社長の時代には ニューヨーク、ニューヘイ文館が電化されるなど鉄道システムは大幅に近代化された。モルガンとメレンはさらにニューイングランドにおける競合路線の買収、または無力化を試みた。対象は前述の NYC のボストンアルバニー鉄道、ラトランド鉄道、メインセントラル鉄道、ボストンメイン鉄道などである。しかし、モルガンとメレンの拡大策は、 会社の財務内容を悪化させることとなり、世界強硬化の1935年に NH は倒産。1947年まで管財人の管理下に置かれ、普通株が無効化されるとともに、債権者が新たに経営権を取得した。1951年以降は、貨物輸送も旅客輸送も損失が増大し、以前拡大した。 路線網も維持費や運営費すら賄えない、換算線区を多く抱えていた。貨物列車は、個々の谷が小さく入れ替えのコストが高くつき、旅客列車でもラッシュアワーでの列車本数を増発し、ニューヨーク・ボストン間やニューヘイブン・ハートフォード・プロビデンス軍間で通勤列車を走らせたものの、そのための設備投資は回収できず収益悪化を招いた。決定的だったのは、 コネチカットターンパイク等の週間高速道路の整備であり、不十分、不適切な投資を数十年間にわたっていった結果、もはや自動車やトラックに対抗し得る競争力を NH は失ってしまった。ニューヘブン鉄道の EP5 電気機関車、ハーバードマターのデザインによる新塗装をまとっている1954年には、パトリック・ B ・マクジニスが、 社長のフレデリック・シー・ブック・デュマイン・ジュニアに対して、株主への配当を増やすように、プロキシーファイトを仕掛け、経営権を掌握すると、長年の地規であるアーサー・ヴィマクゴー・アンを副社長に、据えた。マクジニスは、デザインのハーバード・マターに依頼して、コーポレートカラーを一新、イメージの刷新を図りながらも、肝心の鉄道網の整備や維持は先送りされ、1955年には、 ハリケーンで大損害を被って NH の経営は非常に弱体化した。1956年には会計噴飾からマクジニスが経営陣から追われピギーバック輸送の開始や設備更新などようやく改革に乗り出すものの1959年にはマサチューセッツ州南東部における旅客輸送を廃止。 1961年7月2日には再度、経営破綻に追い込まれた。集裁通商委員会による強い要請により、1968年12月31日、NH の鉄道事業は、ペンセントラル鉄道に併合された。NH の会社そのものは1970年代を通じて、PC が支払う。 NH 購入代金を受託する会社として存続した。1980年4月28日、アメリカンフィナンシャルエンタープライズが NH の承継者となった。その時には再建プランが裁判所に認可され、会社は再編された。これにより、108年に及ぶ NH の会社の歴史は終了し、19年に及ぶ二度目の倒産からの 復活も完了した。アフは1990年代半ばまでに PC の最大株主となり、全株式の32%を保有することになる。NH 塗装の P32ACDEM とフロリダ、Q。P32ACDEM は NH 消滅後の1995年から製造されたが、NH 塗装になっている。1976年。 PC は倒産し、ニューヨークとボストンとを結ぶ幹線はアームトラックに移管された。この区間は前述の通り電化されており、アセラエクスプレスやノースイーストリージョナルが運行される、北東回廊の大部分を構成している。ニューロシェルとニューヘイブンとを結ぶ幹線は、コネチカット州とメトロポリタントランスポーテーション、オーソリティがそれぞれ宗教まで保有し、 メトロノース鉄道のニューヘイブン線とショアラインイーストが列車を運行しニューロンドンとを結んでいる。マサチューセッツワン交通局のプロビデンス・ストートン・ラインはロードアイランド州プロビデンスとボストンのサウスステーションとの間に通勤列車を運行している。NH は等に消滅しているがコネチカット州政府はしばしば現代の交通政策の文脈の中で NH に言及する。 それは、メトロノース鉄道の多くの機関車が未だに、マクジニス時代の塗装を踏襲しており、駅や客車には、NH のロゴが描かれているためである。アビチュアリー、チャールズ・ゼンガー・メレン。ニューヨーク・タイムズ、P23。ありがとうございます。